スイスファミリーツリーハウスあるいはターザンのツリーハウスはディズニーテーマパークに存在するアトラクション。スイスファミリーツリーハウスはディズニー映画スイスファミリーロビンソンをモチーフにした散策型アトラクション。ツリーハウスを模した展望台上の施設である。ゲストは内部を自由に歩いて回ることができるが基本的にはコースがあり頂上まで行って戻ることとなる。滑車にかけたロープに たくさんの瓶を結びつけて、水を組み上げるシステムや縦横に走る吊り橋など、ロビンソン一家が作ったという設定の各種仕掛けなどを見ることができる。なお、ディズニーランドでは、1999年6月13日に、アトラクションの内容はほぼそのままで、テーマを、ロビンソン一家の生活した家から、ターザンの家に変更し、アトラクションの名称を、ターザンのツリーハウスとした。 また、これ以降にオープンした香港ディズニーランドでも、アトラクションのテーマと名称に、ターザンを用いている。このように、現在は2つのテーマのバージョンが並存している状態である。いずれにしても両者は、基本的に同一のアトラクションであり、本記事でまとめて扱う。高さは、約19メートル。1993年7月21日に、 開園10周年の10個のマジックの一つとして公開された。通常はさほど混雑していないが、元旦に限りこの上から初日の出を見ようとするゲストで混雑する。事故2008年1月3日、ぼやが発生し、3階わら吹き屋根の部分、約17平方メートルを焼いた。このぼやによる、怪我人はいなかった。1983年の開業以来、 パーク内のアトラクション施設で営業中に火災があったのは初めてである。また、ボヤの原因については公表されていない。トリビア仏名は、ロビンソン一家の名前を使用し、ラカブインでロビンソンとなっている。水路に囲まれた島状の場所に立地しているが、道や橋で行き来することができる。また、アドベンチャー島とも吊り橋や村橋で直接つながっており、 アドベンチャー島のジャングルや洞窟と一体を成して、全体として、ロビンソン・クルーソーの世界観を出している。香港ディズニーランドのツリーハウスは、アナハイムのリオープン版と同様、映画、ターザンをモチーフとしている。ツリーハウスは、ジャングルリバー、クルーズの水路に周囲を囲まれた島にあり、ターザンのツリーハウス行き方で渡る。つまり、米国や東京のディズニーランドにおいて一体と、 なっている、蒸気船マークトウェイン号、イカダ、トムスオヤ等の3つのアトラクションが、香港では、ジャングルリバークルーズ、イカダ、ツリーハウスの組み合わせに置き換わっている。公式、スイスファミリーツリーハウス東京ディズニーランド、東京ディズニーリゾート。ありがとうございます。